ジュピターブガンダム、主人公久我弘人が宇宙戦士用にカスタムビルドした機体。追加推進機を多数装備し、機動力と攻撃力に優れる。今宵はこのガンプラをレッツクラフティング。どうもこんにちは、クラフタです。今回のキットはこちら、ハイグレード144分の1、ジュピターブガンダムです。ガンダムビルドダイバーズリライズ第1期の最終戦に出てくるガンダムですね。主人公久我弘人が操る機体です。このキットもアースリーガンダムなどと同様にプラネッツシステムを採用していて、分離合体ができるようになってます。機体は真っ白ですね。ユニコーンガンダムのようにヒロイックな印象ですね。では箱をオープン。他のコアガンダム系のキットに比べるとパーツ数は少し多めですね。マーズ4ガンダムやビートルーガンダムは装備が別売りでしたからね。ジュピターブガンダムは装備が全て入っています。はい、こちらパーツを並べてみました。付属品はまずホイールシール、マルチコンテナビット用のクリアパーツ、そしてこちらはビームサーベルのクリアパーツ。嬉しいことに台座も付属してるんですね。台座がついてるガンプラは大体かっこいい。では早速作っていきましょう。まずはランナーごとにパーツを切り出していきます。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。切り出したパーツはランナーごとにケースにしまっておきます。そして次にこちら、ゴッドハンドのアルティメットニッパーでゲート跡を二度切りしていきます。このようにランナーとパーツのつなぎ目であるゲート跡が残ってますので、これを切り落としていきます。ゲート跡の二度切りが完了です。そしてその後にはこのようにランナーくずが残ります。まるで枯山水のようですね。そしてランナーくずの掃除にはこちら、ウェーブのハンディクリーナー。あっという間に綺麗になりました。神。パーツを綺麗に処理していきます。ゲート跡には小さい凹凸がありますので、そこを綺麗に削っていきます。ヤスリがけしてすべすべに仕上げていきましょう。ランナーの凹凸が結構残っているような場合は、このようにデザインナイフで丁寧に削っていきます。二度切りやデザインナイフでゲート跡を綺麗にしておくと、その後のヤスリがけがめちゃめちゃ楽ちんになります。何回かヤスるだけでパーツがすぐ綺麗になるんですね。ちなみに使っているのは筋彫り堂さんのマジックヤスリです。耐久力もあって取り替えも簡単なんで、めちゃめちゃおすすめです。クラフタの場合は9割はこのマジックヤスリしか使っていません。マジックヤスリが入らないような細かいところだけ別のヤスリを使ってますね。今回の製作ではちょっとだけキットに手を加えていきます。まずはこれは肩のパーツですね。ミリタリー感のある凹凸がありますので、これを平らに削っていきます。はい、こんな感じですね。続いて顔のパーツです。こちらもちょっと削り込んでシャープにしていきたいと思います。ほっぺたの部分を削り落として、はい、こんな感じで顔を細くしてみました。続いてボディのパーツです。人間でいうところの肋骨部分、こちらにプラ板を何枚か貼って下に引き伸ばします。 0.5 ミリのプラ板を3枚貼ってますね。この部分のパーツ、こちらを左右下に引き伸ばしました。ウエストがちょっと細いような気がするので、これでボリュームが出ましたね。あとはこのフロントスカートも下に引き伸ばしています。これでちょっとヒロイックな感じが強まるんじゃないでしょうか。あとはここのサイドスカートの部分、ここが結構スカスカなので、このような形でプラ板をカットしました。雑誌に載っていたモデラーさんの作例を参考にしています。こういう感じで取り付ける予定です。実はプラ板工作初めてなんですが、とりあえずミスターセメントスーパーパワーで接着していきましょう。たっぷりと塗ってサイドアーマー部分にくっつけます。こんな感じになりました。胴体に取り付けるとこんな感じ。若干足の可動が死んじゃいますね。あとビフォーアフターで見せないと違いが分かりづらいですね。ウエストの部分、こちらは固定式ですが動かしたいので、まずはピンをカットします。そして上下のパーツをこのワイヤーでつなぎます。まずはピンバイスで穴を開けましょう。ここは慎重に回していきます。あまりいきなりやるとパーツが壊れる可能性がありますからね。できれば小さいドリルから少しずつ太いドリルにしていきます。
反対側のパーツにも穴を開けます。とりあえず針金を適当な長さにカットして、こんな感じで差し込みます。そして瞬間接着剤で固定しておきます。ハケ付きの接着剤は使いやすいのでおすすめです。瞬着硬化スプレーで固めます。一瞬で固まるので便利ですよね。あとはこんな感じでワイヤーを通しますが、固定するのは塗装してからにしましょう。よりヒロイックな感じにしたいので、ちょっと塗り分けをしたいと思います。まずは BMC 高値で筋彫りを追加します。まずは左手でパーツをしっかりと持って、右手の薬指と小指を左手の指にくっつけます。これでパーツがほとんどブレなくなります。そして右手の親指、人差し指、中指を使って線をゆっくりと引いていきます。このやり方が正しいかどうかは分かりませんが、こうすると結構綺麗に線が引けます。こんな感じで筋彫りが入りました。太もも部分が寂しいので筋彫りを入れます。まずは瞬間接着剤を点付け、金属製のガイドを貼り付けます。こんな感じでしっかり貼り付きましたね。ここまで来ると簡単です。あとはガイドに沿って筋彫りを入れるだけ。筋彫りを入れ終わったらガイドを剥がします。接着面は点付けなんで簡単に剥がれますね。パーツに瞬間接着剤の跡が残りますが、これはヤスリがけをすれば簡単に落ちます。溝が浅くなってしまったら追加で少しだけ掘っておきます。処理が終わったら一度パーツをバラバラに分解して洗浄します。超音波洗浄機に水をたっぷりと注いで、食器用洗剤を数滴優しく混ぜます。本体の上にドッキング、電源ポチ、超音波洗浄機スターティング、蓋をカポー。洗浄が完了したらパーツを優しくすすぎます。しっかりと洗剤を落としましょう。はい、こんな感じで綺麗になりました。タオルの上にザラー、しっかり広げて乾きやすくしておきましょう。ドライマッシーンに入れて乾燥させます。パーツが乾いたら持ち手棒をつけます。しっかり水を切っておいたので 2,3 時間で乾きました。今回使う塗料はこれだけですね。少なめです。まずはサーフェイサーエボホワイト、外装パーツに使います。そしてその上からクールホワイトで塗装します。内部フレームはメカサフスーパーヘビー、サフと塗装がこれ一度で終わります。黄色のパーツはキャラクターイエロー、赤のパーツはアニメカラーのレッド、このオレンジは結局使いませんでした。ということで塗装完了です。塗装動画は撮っていません。撮った方が良かったでしょうか。ここで悲しいお知らせ。瞬間接着剤硬化スプレーでワイヤーを固めたんですが、見てください、ラッカー塗料剥げちゃいました。硬化スプレーって塗装を溶かすんですね。知りませんでした。勉強になったぞ。ワイヤーで接続したのでこんな感じでウエスト部分が稼働します。なかなかいい感じ。塗り分け用にマスキングをしました。ボディの部分も塗り直しですね。再度塗装していきましょう。めちゃくちゃ地味な絵面ですね。しかしこの塗装の時に持ち手棒がいかに大事かってのが分かりました。この持ち手棒がないと両手を使ってパーツを回転させないといけないんですね。こんな感じで持ち手棒はつけましょう。他のパーツも塗っていきます。ホワイトの上から他の色を吹きかけるのは楽ちんですね。逆に暗めのパーツの上から色をつけるのは大変です。なかなか下地の色に影響されて発色しません。その場合、乾いては塗り、乾いては塗りを 3,4 度繰り返します。塗料が乾いたらマスキングテープを剥がしていきます。綺麗に塗れてるでしょうか。なかなかですね。こちらはどうでしょうか。こちらはちょっと失敗でしょうか。はみ出してますね。ちょっと微妙かな。ガンダムマーカーでツインアイを塗ります。ガンダムマーカーは発色がいいですね。細かい部分は筆塗りします。
はっきり言ってこのセンサー部分はシールを貼った方がいいと思います。大変な上に綺麗に塗るのは難しいですからね。バーニアはフォーアーティストマーカーシルバーで塗っていきます。メッキ感が強いおすすめのマーカーです。テッカテカ。それ以外のパーツも部分塗装しました。ジュピター・ブ・ガンダムはスラスターノズルがたくさんあるので、本当この塗り分けが映えますね。このマルチコンテナビットなんかも見栄えがぐっと良くなります。マーカーは何でもいいと思います。もちろんガンダムマーカーシャインシルバーや、なんなら100円ショップのシルバーでもいいと思います。タミヤさんの墨入れ塗料ダークグレーで墨入れしていきましょう。スイーって感じです。この後のデカール貼りは割愛します。クラフタチャンネル。ジュピターブガンダム完成しました。まずはコアガンダム。相変わらず可愛くて関節の可動域が良好ですね。個人的にはこちら、この背面のバーニア、これが好きなんですよね。ウエスト部分は改造してますんで、曲げたりひねったりすることもできます。ダイナミックなポージングが可能ですね。いつものようにコアサーベルも付属しています。いろんなポージングが楽しめますね。そしてジュピターアーマー、個人的な感想としてはこれまでのドッキングシステムの中では一番かっこいいような気がします。各所のノズル部分の塗り分け、これが非常に映えますね。しっかりと塗らなくてもノズルの表面をマーカーでなぞるだけでもかなり変わってきます。表面だけなら簡単に塗れますからね。ちなみに現在の形が通常形態ですが、これを高速形態にすることもできます。まずはこの部分をこのように曲げます。上面のマルチコンテナビットをこのように回転させて曲げます。こうですね。これで高速形態の完成です。個人的にこのマニファービット、この部分の塗り分けが簡単な上に効果的なのでおすすめです。ではジュピターブガンダムに合体させましょう。ジュピターブガンダム完成です。真っ白でまさに主人公機って感じですね。そしてこのリアフォルムがまたいい、何でしょうか、鳥というかハヤブサって感じですよね。まさに宇宙をかける白い流星。ビームガトリングガンを構えてのポージング、ちょっと武器が重すぎるのでスタンドでバランスをとっています。このガンダムはこういったヒロイックなポーズが似合いますね。付属のディスプレイスタンドにつけてみました。背面のマルチコンテナビットがまるで羽のように見えますね。いやー、コアガンダム系の中でもこのバックショットは一番のかっこよさじゃないでしょうか。あと塗り分けした赤の差し色もなんかレーシングカーみたいな感じで、なかなかマッチしてるような気がします。前腕に取り付けられたマニファービット、こちらは肩のアーマーに取り付けることもできます。まずはこのように外して、腕のパーツまで外れちゃったよ。こんな感じでショルダーアーマーに装着可能です。さらに背面のマルチコンテナビットも分離させることができます。まずは取り外してビームシールドのエフェクトパーツを取り付け可能です。このようにビームシールドで防御しつつ隙間から狙撃するといういやらしい戦い方も可能。マルチコンテナビットには様々なビームエフェクトが付属しています。これをこのように取り付けて、さらに前腕に取り付けることができます。こんな感じですね。これもかっこいい。高速で突撃するようなポージング、ジュピターブガンダムはこのような躍動感のあるポーズが似合いますね。前方に火器を一斉放火。いや、それにしてもこのジュピターブガンダムのリアフォルムのかっこよさ、一体何なんでしょうか。これはちょっとマスターグレード化を熱望したいですね。真っ白でヒロイックな機体、まさに主役機にふさわしいです。
はい、というわけで今回はハイグレード144分の1ジュピターブガンダムのレビューでした。これまでのコアガンダム系は全てガンダムマーカーメタリックで塗ってたんですけど、今回は普通にラッカー系塗料で塗りました。どちらがいいかは好みですが、今回はメタリックにしなくてよかったなぁと思ってます。全体の造形が洗練されてますし、装備が別売りになってないのもいいですね。このキット1つ買えばジュピターブガンダムが完成しますからね。皆さんもジュピターブガンダムを購入して宇宙を駆け巡ってみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄にリンクを載せておきますので、よろしければどうぞ。次回以降の動画ではマスターグレードトールギス3スペシャルコーティングやガンダムベース東京などのレビューを予定してます。どうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。